高橋みなみです。オーストラリア大陸にある世界で2番目に大きな一枚岩、ウルル。山頂で出迎えてくれるのは、未だかつて見たことのない雄大な景色。大自然の宝庫、オーストラリア大陸の魅力をぜひご堪能ください。最近体が重い、日中眠くて仕方がない、そんな時はこれ、マタタビックス。こたつで丸くなる時代はもう終わり。無料体験会実施中。今日私は新たな一歩を踏み出す。それ自体は小さなものでも、人生を変える特別な一歩。これまで支えてくれた全ての人に感謝して、不安さえも力に変えて、幕が上がる。人生の主役は自分だ。さあ、この橋を渡ればこの国とはおさらばよ。今まで通りなるべく物音を立てずに行くの。そしていい、何があっても絶対に止まらないこと、自分が助かることだけを考えるの。エルガーの愛の挨拶ですよね。あ、突然すみません。とっても素敵な音色だったので、よければもう一度弾いていただけませんか？あの日、この家には俺と母と妹がいた。父が帰宅したのは午後11時を過ぎてからだ。俺は帰宅してそれをしまって以降、冷蔵庫の中身は確認していない。素直に答えてくれ。俺のプリンを食べたのは誰なんだ！ねえねえ、知ってる？お空に浮いてる雲ってね、綿菓子みたいに甘いんだって。お山に登ったら、あの雲、いい